今から時を止めようと思います。は？マイクラには時を止める方法がいろいろとあるのです。それを皆さんに見せてあげます。一つ目、まずはこのアイテムを使いましょう。ちょうどいいところに寄生されたエンドラがいました。こいつを実験台にします。なんでこんなところいるの？さっきのアイテムを使って、時間を止めます。全く動かなくなりましたね。これで攻撃し放題です。周りに矢を死ぬほど置いてあげましょう。できました。これで時を動かしたらどうなるでしょう？二つ目、次はこれを使って時を止めようかな。ちょっと待てそれは。とある場所から持ってきました。さてこれで何をしてやろう。え？まずい持ち主に気づかれた。とりあえず一旦逃げよう。あれ体が動かないぞ。逆にお前が時を止められてるじゃねえか。うわぁ。三つ目、ちょっと突然ウィザーに襲われたんだけど、でも私にはこんな時のために身につけた能力がある。それがこれだ。これでも食らえ。これがマイクラの時を止める力です。